おはようございます。ディレクター回します。ドラゴンクエストはモンスターバトルドーナビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。噛みましたというわけでですね、皆さんスキャバトレエビルプリストがね、なんかすごいのが出ました。ちょっとした雑談です。これですね、皆さん倒ってますか？僕ね、スキャバトの動画でなんかすごいバズっちゃいましたけど、大魔王の方は皆さんにやってくださいね。というわけで今回もやっていきましょう。というわけで今回はね、代表優勝決定戦もあるんだけど、まずね、まだやってないのがあるんで、このマスタークラス大会でやってないものがありますので、ね、そちらの方行きましょう。今回はですね、こちら最強賢者決定戦に挑んでいきたいと思います。モンスターマスターはね、なんとかすらね、スッとやっちゃいましたけどね、残りの2つはですね、僕が分かってないんですよ。どんな職業なんだろうっていうのも全然分かんないんで、ちょっと裏でレベル上げとかしながらいろいろ試してたんですけど、いや今回は本当に分かんないからね。というわけで今回は最強賢者決定戦、ビギナーですがやっていきたいと思います。いやもしかしたらコンピの方が構成うまいまであるからなやるかおお、いやーもうこれ何度見てもいい。さあ、いよいよ賢者が始まりますよ。何これ、ネコマドって何、これスライムベース？おー、ちょっと待って、片方片方なんかね、これもう完全にイオナズン打つ気でしかないですね、あなたたち。片方どう見てもイオナズンしか打たないですね、あなたたちは。全くもう困ったもんですね。いやー、レディーさん、ジェントルメン、ついマスタークラス大会やってまいりました。最強賢者決定戦、僕ビギナーなんですけど、よろしくお願いします。全然賢者わかんない。もう1年生よ。賢者になっちゃう。もう本当に1年生。ラーボニーさん、ついに最強の賢者が決めるときも来ましたよ。あ、そうっすか。え、そうっすか。最強賢者ね。はいはいはい。ということはですね、あ、そうだよね。この、よく、勉強してそうな人、翼くんと匠くんがいるってわけだよね。魔法を使ってそうですね、2人とも。で、2人とも揃って賢者になっていると。もう出た出た。もうで、じゃあ、つばさんはエントリー取り消せばいいじゃないか。なんて答え。ひどいこと言うな。まあ、そう言わずにね。勉強ばかりしてるバトルの練習ね。うわ。ねえ、そうだ、バトルすればわかるよ。うわ。まあね、匠、ほんとソウルの時苦戦したからな。なんとも言えんな。さあ、1回戦ですね。さあ、賢者のチームは何が出てくるのか。もう全然わかんないね。向こうの方が構成うまいような感じがする。さあ、なんだこれは、なんだこれはなんだこれはよくわからない。え、賢者の相性あんのこれ。パッと見なさそうだけあるのか。あるな。え、もうどう見ても君たち物理だけど。さあ、行きましょう。まず、杖はマジカルメイス。そして、盾はメタルキングの盾、痛恨防止。そして、服は光の盾です。箇所は183に到達。賢者ティラ誕生です。行きましょう。おたまはダースドラゴンと軍隊狩りです。いや、こいつらね、こいつらも、なんだ、あんま変わんねえな。俺たちも物理ばっかだ。2609。これ結構あるよ、HP。でね、軍隊狩りとダースドラゴンが打撃に強いんだよね。パワーアップしたぞ。さあ、行きましょう。さあ、1回戦ここで負けるとちょっとね、あまりにも恥ずかしいことになるんですけど。やっていきましょう。よろしくお願いします。さあ、どうだか全然わかんねえな。ヘイパッドとキラーマシンに相性あるとか知らなかったんだけど、もはや。これでいくか。とりあえずね、軍隊狩りの賢者のバブルボムが強いんだよね。さあ、当たるところをダンスドラゴンいきます。当たる力ね、105に力が送り出され、当たるところを当たっていく。お、強っ！いいね。327。いいよ、いいよ。さあ、向こうはスクルトで、まずスクルトから固めてくる。どっちかというとバトモスの相性ありそうだけどね、この2体ともね。さあ、主人公行きましょう。賢者の賢さ、183からくれされるね。悪魔神官を超える賢さですよ。行きましょう。はい。強い！普通に強い、これは。今度037。ボーガの乱射。でも、打撃にダースドラゴン買ったマジかよ、すげえな。ダースドラゴンはやっぱね、物理強いおかげで、だいぶ経験しましたね。さあ、バギーマン、向こうは。なんだ？あー、結構痛いね。さあ、軍隊ガニ、変化した第3のバブルボムも発射します。せーの、
パチン、ドン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 、強っ、威力も威力上々、バウロの威力は高いね、結構ね、結構威力高いんだね、バブルボム。変化した第3のさ、軍隊がね、バブルボム。さあ、向こうはスペシャルカード入ってくる。何かしてくんの、お、また珍妙なもの。さあ、2回攻撃が向こう可能になりました。さあ、しかしこっちが動いていく。ヘダルコでね、固めていきましょう。普通に安定するね。はい、いいよ。ただちょっと気をつけたいのは、向こうの、あの勇気が溜まってしまうことですよね。主人公使う以上つばぜり合いが避けられない可能性がある。向こうの守備力上がっていく。さあバギーマー、まあ、バギーマー言うてね、向こうのバギーはそんな入ってないんで多分これ大丈夫でしょう。ダメージ的にはこっちは優勢っすね。さあダスコはいきますよ。さあスクルトかかってるからな、あんま効かないかも。はい、アーサールートクロー、はい、あ、結構効くじゃん。スクルトかかってるのに300超えんの、すげえな。わあ、これか。キラーマシンの氷の技。ゼルジさん。受けていく、ラッキーラッキー。おっと、2回攻撃。しかし、ここに2回攻撃してくる。2度目はないぞと。あ、痛い。さあ、軍隊ガニちゃん、切り返しましょう。必殺、バブルボム。フィーバー、パン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 。ここまでは順調だ。で、あとは、これで OK。あとはもうこれで固めます。あとは稲妻の剣で、あーでも耐えてんの、耐えてんのか。これでいけると思ったんですけどね、キラーマシンが雷にないからいけるかなと思ったけど無理やった。まあただ HP 的には優勢なんで一発当たれば勝ちってところですね。うわ、命中率低くなっちゃう。さあ当たるか、いけ、はい。よく当てたわ。なんで当てれたんですかね。よしよしよし、まあ、まず1回戦、大丈夫でしたね。まあ、結構レベルも上がってたしね。それがでかいね。あー、嘘かっちゃったよ。負けてくれてよかったのに。なんて嫌味なやつなんだ。喜びよ、素直に。ほら、翼はいいやつだな。俺と付き合わねえ。ちょっとやらし、嫌な発言ですね、ほんとにね。ほんと。自分でそんなに怒らないよ。すぐ焦るな。2回戦も女の人。まあ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 。頑張りましょう。ティラが勝つと次は僕と、その、うわ、3回戦匠なんだ。まあ、ここで負けてらんねえよ。さあ、2回戦ですね。まあ、ここもパッと突破したいかい。どんなタイプが来るでしょう。さっき物理一等編だね。なんだこれは。ギズモとゴールドマン。ギズモか。いや、もうギズモは嫌な予感しかしないんですよね。このね、杖を2つスキャンすることによって、モンスターマスターとは違って、杖が2つスキャンで、主人公の武器が変わると。これで、いろんな技が使えたりするっていうね。そういう、システムみたいですね。リマホーン。なんか、かっこいい。行くぜ、アクデモトズ、ショーマル。今度はね、打って変わってね、でかいみたいが来ましたよ。急にでかくなりましたよ。相性によって。ね、2798ですか。ただ、守備力が低いんだよね。さあ、行きましょう。まあでもね、言うてね、HP はあるけど、向こうのギズモが厄介ですね、これ、多分。ギズモ本当に強いんだ、このゲーム。HP2258 もあるのか。結構あるなぁ。ここはまあ、ギマホーンを使いましょう。さあ、どう動いてくるかですね、向こうが。スライが早い。お、主人公いきます。では、マジックダブルスキャンが来たね、合体魔法。ギマホーン発動です。さあ、威力もね、結構あるよ、これ。いけ！あ、効いてないじゃねえかよ。あんま効いてないんだね。あー、そうか。サミダレ剣いきます。よし、行け！武将！ほい！ほい！え、なんでゴールドマン引いてんの今。ゴールドマンがキュッと足上げてたね、あいつ。どうなってんの？ドルクマか。いやー、強いんだ。いや、強いな。ほんとに強いよ、君。ギズも、お、ヒートアップ。ヒートアップから入ってくる。ギズモはね、このヒートアップはね、まさかの威力係数ですが、どうだ ?70 くらってるよ。威力係数が意外と高い。さあ、ゴールドマン、黄金の波動。いや、かっこいいんだよ、これ。
このビームがチューンと。ウィーン切り返して、いけ、はい、本出せ、チンイオンマッツ、うん、せーの。あー、負けてねー。いや、負けてる、負けてるって。負けてんだよ、負けてんだよ、ダメージ。ちょっと頑張って、お前ら。頑張れ、みんな。やばいって、それはまずいっすよ。お、締め付ける。やばいな。それ、ダメージ与えつつ、相手を行動不能にするってやつでしょ。やだな。しかも、全体かよ。大丈夫やった。あー、危ねえ。全体技なんだね、あれ。ギマホー、いざ、今度はどうだ、来た、これこれこれ、そうそう、ギマホーは魔法トーン効果のある攻撃だからね。さあ、染めなきゃいけない、えい、はい、え、ちょ、ゴールドマンどうないなってん、ちょ、ゴールドマンどうないなってん、お前、ちょっと出たって、こいつ、そういうことする、うおはははははおい、こら勘弁してくれよ。イオナズン、この野郎、イオナズン、はい、いやー、きついきついきつい、これはきついですね。黄金の波動、いやー、アークデモが400も食らうと思わなかったんだよな、これ。いや、きついきつい、いや、きついなー。あれ、ギマホーンであんなになんか喜んでた僕、なんだったんですかね。負けるか、切り返せ、いやー、シン・ヨナズもそんなに火力ないな。メダパニー、やだやだ、多重混乱は良くないっすよ。やめましょうよ、多重混乱とかいう戦法。大地の怒り、おー、ゴールドマンが目の前にちゃぶ台返すなよ、ちゃぶ台返すみたいになってんぞ、お前。トマトネ攻撃、B かよ、聞いてないぞ。カチャッと押しちゃった今。決めつける、いや、これもしかして向こうの勇気溜まったんじゃないの、まさか、まさか向こうの勇気溜まった説ある。それだったらもう負けだよ、アンちゃん、もしかして怖い怖い、これ押し切りたいね、押し切りたいけど向こう溜まってる。いやね、そんな予感したんすよ。なんか溜まってんじゃねえかなーって、もしかして。もしかして溜まってんじゃねえかなーと思ってたんですよ。うん。まあね、これはね、何が悪いかっていうとね、アークルトの強さが悪い。アークルトの強さが悪い。悪でーあんな残念そうな、あんな残念そうなさ、倒れ方する悪でー。